はい、こんにちは。今回は日本では知られておりませんが、壮絶な失神 KO が起きた試合を紹介いたします。Darnell, the ding-a-ling man, Wilson. Come David, Nino Rodriguez. 24勝17敗のダーネル・ウィルソンと36戦全勝 34KO のデイビッド・ロドリゲスが戦いました。ロドリゲスは193センチ115キロと大きな体格で圧倒しますが、15センチ身長が低いウィルソンは押されながらもうまく対処し反撃を試みました。迎えた第6ラウンド、なんと24勝17敗のウィルソンが36戦全勝のロドリゲスを痛烈にノックアウトしました。2014年11月、20勝1敗のアミール・マンスールと18勝2敗のフレッド・カッシュが激突しました。迎えた第7ラウンド、サウスポーのマンスールは左オーバーハンドから右フックをヒットさせ、カッシュの意識を刈り取りました。WBC 世界ライトヘビー級王者マシュー・サード・ムハマドがルッティ・ムアレを相手に防衛戦を行いました。ザンビア出身の挑戦者ムアレはここまで21戦全勝 17KO の戦績で、パンチ力のある危険な相手でした。王者ムハマドは激闘型のファイターで、第3ラウンドにカウンターの左フックでぐらつかせ、その後40発ほどのパンチを浴びせ、全勝の挑戦者を防戦一本に追い込みましたが、挑戦者ムアレはガードを固く閉じ、嵐の過ぎ去るのを待つがごとく王者の力強い連打に耐え、ラウンド終了のゴングに救われました。続く第4ラウンド、王者ムハマドはワンツーから強烈な左アッパーを放ち、全勝の挑戦者を失神させました。アマチュア時代、世界選手権で優勝経験のあるロッキー・ファレスはアントニオ・ディアスと戦いました。ファレスはここまで16戦全勝の戦績で、3年後に名王者のマルコ・アントニオ・バレラと激闘を繰り広げたボクサーです。ドミニカ出身のディアスはここまで24勝 11KO3敗の戦績で、ファレスの地元テキサス州ヒューストンに乗り込み、ブーイングの中ジャッジの採点が割れるほど大健闘しました。
健闘したディアスですが、最終の第10ラウンドにファレスの左フックをまともに受け、ディアスは失神し、この試合を最後にグローブを吊るしました。2011年2月にアンソニー・クローラとジョン・ワトソンが英国ライト級王座をかけて激突しました。イギリス人同士の戦いは、両者ガードを高く上げ、左ジャブを中心としたスタイリッシュなボクシングを展開しましたが、中盤から打ち合う場面が増えていきました。前評判では、父親がプロボクサーで、幼い頃からボクシングを始めたクローラが有利とされていましたが、ワトソンが手数を出し、一進一退の攻防になりました。劣勢を予想されたワトソンが、予想以上に頑張ったので、攻守が目まぐるしく変わる展開になり、試合は白熱してまいりました。しかし終焉は突然やってくるのですが、迎えた第9ラウンド、クローラはワトソンの右パンチを外した後、左ボディから右フックを返すと、ワトソンは崩れ落ち、意識がなくなりました。WBA 世界ミドル級王者マイク・マッカラムは、2度目の防衛戦で敵地ロンドンに乗り込み、マイケル・ワトソンと戦いました。王者マッカラムはスーパーウェルター級時代に、アイブ・カルレやジュリアン・ジャクソン、ドン・カリーなどの強豪ボクサーを KO した技巧派ボクサーで、ボディ・スナッチャーの異名通りボディ・ブローが巧みなボクサーです。一方、挑戦者ワトソンは22勝 18KO1 敗の戦績通り強打を誇り、1年前にナイジェル・ベンを KO したハードパンチャーです。強打のワトソンに対し、テクニシャンのマッカラムは上下のコンビネーションパンチとカウンターを中心に戦い、一進一退の攻防を繰り広げましたが、関係者から過小評価されながら、対戦者からは絶大な評価を得るマッカラムは、この試合でも有効打で圧倒的に勝り、優位に立ちました。迎えた第11ラウンド、マッカラムは打ち合いの中で左フックの連打でワトソンをロープまで吹っ飛ばし、そこから数えきれないエンドレスの連打を放ちました。あの強打のナイジェル・ベンでさえ破壊できなかった硬いガードを、コツコツと丁寧にパンチを積み重ねて破壊していき、最後は右ストレートでノックアウトしました。